どんな女性がタイプですか？解いた方がいいよ、これ。あ、ほんますか？そしたら、あ、でもこの前可愛いなと思ったのは、わかんないですとか、なんかちょっと教えてくださいってめっちゃ素直に言ってくれる女の子がいて、それがなんかすごい可愛いなとか思いましたよ。わからへんみたいな。できてるみたいな。あ、そう。ちょっと怪しいだね。あんた瞬間甘えるのはちょっと怪しいな。いや、でもちゃんとあれですよ。ほんまに困ってたんで。ちゃんとできるから。え？いや、ちゃう、もうそれはもう。ミューズの皆さんは仕事でき女子やから。なんかさ、好きな男にだけ頼ったらって思う。あ、そうですね。全員やってそうですもんね、そのパターン。全員やってそう。え？やられてるうちのストーリーやから。いや、もう。やけど。見抜けへんかったんか。ちょいちょいやばいよ。そんな気してきたっすけど。もう一個ないよ。さっきのだけあったら、多分橋口くんやばいと思うね。あ、憧れはあるっすよ。何怖い。なんかデートとかで、なんか服引っ張ってくるような子。もうやばいって。女子に幻想を抱きすぎちゃう。ちょ。やばい。ちょっと散歩後ろぐらいに。夢見すぎてると思う。え？恋愛がさ、すごい進んで仲良くなって、そういうこととかもできる関係になっていくやったらわかるけど、初めてとか何回目かのデートでそれやれるって結構な。ちょっとね、狙ってますよね。結構狙ってる。怖いって思われたいがやってるだけだと思うけどな。やってるだけだと思う。なんだけそれに引っかからんやろっていうの全部引っかかっていきそう。やばいなぁ、めっちゃ心配。めっちゃ心配やねんけど。いらん、そうですよ。痛い目見ろ。橋口くん、長く付き合っていた彼女とは順調ですか？いや、これもう別れてるんですよね。え、彼女いないの？だよね。しらじらしです。7年ぐらい付き合ってた。腹立つ。もういません、橋口くん彼女。そうですね。いつ別れたんですか？ちなみに。いや、結構前ですね。私は気づいてたよ。わざわざ言う必要もないから。いや、だからわざわざ言ってこうへんけど、結構コメントではさ、彼女とうまくいってますかとかさ、もしかして社長とみたいなとかさ、なんかこっちのせいで別れるみたいなさ、コメントも来てたよ。だからなんか、あえて触れたくないなと思ってたけど、すぐ分かった。相手方のこと考えてもわざわざね。メディア通して言う話でもない。確かにそう。まあでも。募集中でーす。それ僕が言うセリフ。出身は？大阪です。イケメンですか？ということです。何型ですか？大型です。173センチの56キロ。すごいな。でもね、言っても確かにムカつくけどスタイルはいいです。ありがとうございます。社長ちなみに何キロですか？頑張れー。橋口くんよりも軽いから。あ、ほんまか？ほんまやって、うっざ。橋口くんの担当部署はどこですか？ウェブマーケティング推進室です。そんな気がしました。ウェブマーケティングってむちゃくちゃこれからの時代の会社の成長を左右する部署なんですよ。なんでもううちの会社の未来は橋口くんにかかってるから。橋口くんのお給料上がりました。めっちゃボーナスも出てますと言いますのも、橋口くんも成長したわけよ。あざらす。皆さんも感じてくださってると思いますけど、やっぱね、もう1ヶ月にさ90本とかね、多い月でも動画上げさせていただいてるじゃないですか。ほんと頑張って彼も成長してるので、ボーナスも入っておりますし、月給も上がっておりますし、もう潤沢です。橋口くん、もうほんと頭が上がんないですね。みんなに何してくれるって。え？何してくれるの？じゃあそのボーナスでご飯行きましょう。うん、やった、焼肉。ちゃふう。この動画アップしてドキドキが止まらないよ。いろいろ悩んだよな。前の橋口動画をアップした翌日に橋口が別れたってショート動画上がったから、もう気まずい。ネタが重すぎだぞ橋口。でも橋口くん、あの動画のメッセージ見てくれたっぽいよね。最近いっぱいネタくれるし、ノリいいから喜んでくれてそうだね。いつか本人からコメント来たりしてな。じゃあ橋口くんの恋活宣伝頑張らないとだね。橋口くん、焼肉とは言わないよ。パンケーキで手を打とう。えへへー。オーガニックティーもつけてくれ。橋口の内面がわかるネタ待ってるからな。